Aquí va a caer. ひでい天気に。完全に外人のために食べる。回線俺からなんか動くんだよな。回線いいな。正直ラピッドファイヤーはつけてくる意味なかったかもしれない。嘘。嘘。うわ、嘘。マジか。嘘嘘嘘嘘。下手くそだな、本当に俺は。攻撃支援が出るかな。おお、危ない。サットコム
レディ。サットコムアップリンク確立。サットコム1個じゃな、どうしようもないしな。彼膝立ちうまいっすね、ライダーさんね。いやー、しっかりとそのステルスキル的なところを読み取ってきてるんで、難しいです。どこを見てるのかしらね、彼は。敵のグリフォンが接近。そういう面ではうまい。オラクル準備完了。オラクル出せよ。友軍オラクル到着。やられちゃったね。なんかいるのかな。おお。意外ととろいからな。あれが。グリフォンって意外ととろいんで。レディアップマラソンつけてると意外と大丈夫だったりする時があります。別ゲーかじるとやりづらいな、くしゃみです。完全に風邪ひいたなこれ。あ、やばいやばい。そうや、マジで。バリスティックベスト展開準備完了。おお。くしゃみで、くしゃみしたら鼻水出てきた。完全に風邪だなこれ。なんか喋ってますけど何も聞こえないですね、正直。ねえ、シャードさん、おお、76ですごいな、めっちゃやってんじゃん。 1.691。パワートリオは俺もフレンドだった気がするな。あやが敵全体的にキルが高いじゃん。マジか。いらっしゃい、グーしてたな。
こうなりゃ味方、外人を味方にするしかないよね。チームデスマッチ。勝つみたいな動きはできないけど。惜しい。ああ嘘嘘。なんで嘘っつったんだろう。リードを失った。何が嘘だったのかさっぱりわかんないし。マジか。あの人うまいな、8-2だな。ああいうやつこと倒したくなんだよね。よし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 。あぶねえ。うん、結構激アツな戦いになりそうだ。うわ嘘やろ、マジか。うそ、あれ当たってないか。嘘。フフフフ。後ろ誰か見てくんないと。
とぶつかんないお、危ない。うわ、惜しい。戻そう。やろ。いやー、キル下がりっぱなしだなえ、今更って感じなんだけど。チームデスマッチ行動開始だ。もう全然キルできないな。もうだから
オッケーオッケー。難しいな。負けるよ。強いわ。ヨーロも。難しいな、これ敵。強いよ、敵。本当に強い。いや、日本人のパーティーだとこんな強い人たち、正直、見たことないかな。ブースト行ったんですね。とりあえず2、3本の指には入る。あ、行きましたよ。これは強いぞ、敵。ガチで。日本人のパーティーじゃ比べ物にならないかもしれない、下手すると。まずこの人たちパーティーじゃないでしょ。この野良でこの強さやばいな。尋常じゃない。みんな速さが。あー、うっそやろ。頑張ってください。キングなんとかってそれめちゃくちゃうまいと思う。いや俺本当にこの強いパーティーとほとんど合わないぞ。日本で言うとこのいるかなぐらい、いないかもしれない下手すると。外人だとこうも違ってくるんですね、強さが。リングルベリーフィンっていう人、ファインかな。どうも行き着かないな。この人めちゃくちゃうまいな、キングっていう人。うん、あの状況でだって 1.9 だったん？ 23 キロのなんちゃらかんちゃらだったんだよ。もし回線取られてるって状況があったりしてもやっぱり強えな、それを考えても。うん、こっちや、こっちの回線じゃないことは確かだからね。いや、それはそれはそうかもしれないけど、本当に強いな、それを抜いても。うん、チームデスマッチ。それを抜きにしても強いですね。D3L7TR キングさん向こうか。
わかんない。あいつ回線持ちか、多分。今倒したやつ。違うな。誰抜けたんだじゃん。また同じ場所入ろうとしてないあいつ。お、うまっ。また同じ場所に入られたら冗談じゃないでだよ。あれ何？嘘やん。ちょっと見るかも。あ、そう、あの子必ず誘いに乗ってくるから面白いんだよね。チーズなんとかっていう子。4時20分みたいな。あ、見てるんだ。まだ見てんだ。面白いね、彼ね。ちょっともう一回やりに行きましょうか。なるほどね。え？マジかよ。彼面白いですね。いないな。え？あ、別の人物が来てしまったね。あ、そうそう。嘘でしょ。あれ？今見えたんだけどな。どうも違う人だったみたいで。痛い痛い。チーズいる？
来るかな。お前いらんって、お前を誘ったわけじゃないでしょ。うそー、マジで。いやーマジか。手がディブってさ。お、飛べ。こんなとき。まあしょうがないね。おっと、とチーズがまだいるかな。見えないな。サポートスクワットが死亡。そこおるやんな。嘘、マジ。このままでは負けてしまう。うはははは。ペタピー。敵のサットコムを発見。オラフル準備完了。友軍オラフル到着。そやろ、うまいな。もうすぐ時間切れだ。オラクル展開終了。いやダメだな。あーもうなんか明るくなってんじゃん外。うわっ、あー、超眠い。うーん、超眠い。疲れた、なんかもう。あ、なんか落ちた。寝るんですか。そろそろ寝ますね。眠い、すごい急に来た。いやもう全然ダメだ、もう FPS 系が。別のゲーム買ってこようかな今日。なんか今流行りで、しかも流行りってわけでもないけど、まあね、なるべく対人戦が面白いよね。で、やっぱりオンライン機能があって、対人戦があって、なおかつその、スピードとかじゃなくて、
育成して、一生懸命育成して、それを戦い合わせるみたいな。うん。こういう系はちょっと無理だな、俺。皆さん、無理だ。あ、クミニちゃんは。なんか別ゲー買ってこようかな。やっぱりね、再生回数が一番なんで、チャンネル登録。それを考えるとやっぱり。無理だね。当分は FPS 気が。そうだね。うっそ。早すぎるでしょ。外人ってやるとこれやるからな。どう考えても、杉下打たれるんだけど。ラグですね。回線持ちですね。異様な速さと。そう。で、一番上のやつが強えのなんのって。XGN さんはうまいな、本当にうまいわ。
周り誰か助けてくれ。いいね、来て。リードを失った。オッケー、いいぞ、よくやった。最後は頑張ったね俺。いやいやいや、本当に強いよこれ敵が。最後にね、すげえいい試合ができたんじゃないかなって思っております。ということでね、ご視聴ありがとうございました。またぜひ見てくださいね。それじゃあバイバイ。